ゴナイーブは、ハイチ北部のアルティボニト県の県と、2009年の人口は228,725人で、国内6位。ゴナイーブの名はタイの人の村、ゴナイボーによる。ゴナイーブ湾の名前もこの町にちなむ。1802年、ハイチ革命の重要な戦闘である、ラビーコールアイコールクラの戦いが近郊で行われた。 ジャンジャック・デ・サリーヌ・ボワロン・イコール・トネール1804年1月1日、ジャンジャック・デ・サリーヌが、ゴナイーブでボワロン・イコール・トネールの寄贈したハイチ、独立法を読み上げ、フランスからの旧サンドマ植民地の独立を宣言した、ハイチ独立の都市としても知られている。1858年8月、デ・サリーヌの妻のマリー・クレール・ウルーズ・フェリシテがここで、亡くなった。2004年2月5日、 2004年ハイチクウデターによってアルティボニト革命抵抗戦線の支配下に置かれた。9月ハリケーン寺院がこの町にも洪水と泥流をもたらした。ハイチ全土で3006人が犠牲となり、ゴナイーブでは最大の2000人が亡くなった。すべての建物が被害を受け、25万人が家を失った。2008年9月ハリケーンハンナによって529人が死亡した。 9月5日までに495人の遺体が発見された2017年3月12日、バスが2人を引いて、うち1人を殺害し、現場から逃走した際に、路上演奏家の集団に突っ込み、合計38人を殺害、13人を負傷させた。事故後、生存者は乗客が乗ったままのバスに放火しようとしたため、警察が運転手と乗客、バスを保護した。 サッカーのリーグ配置のルラド FC の本拠地である。ありがとうございます。